ロシアのとある体育館に詰めかけた少女たち。お目当てはこちら。ロシアの新体操選手、アレクサンドラ・ソルダトワ、愛称サーシャです。感情豊かな表現力が作り出すダイナミックで優雅な美しさ。東京オリンピックの金メダル候補の一人と言われる注目のアスリートです。サーシャが練習をしているのが新体操王国ロシアの国立トレーニングセンター。全国からトップ選手が集まり、日々東京オリンピックに向けてトレーニングを行っています。今サーシャは新たな曲を使った演技に挑戦しています。世界的に有名な歌劇カルメン。自分の武器である表現力に磨きをかけようというのです。カルメンは情熱的で自由奔放に生きる女性の物語。男性を翻弄するカルメン、横恋慕する男に命を奪われようとも自分の思いを貫く力強さを描いています。強く美しいカルメンをどう表現しきるのか。それはサーシャが東京を目指すために越えなければならない課題の一つです。新体操王国ロシアは今世代交代の真っ只中。2つしかない個人種目の代表の座をめぐり激しい争いがあるのです。去年サーシャの前に突如立ち現れた2人の選手がいます。双子のアベリナ姉妹です。もともとボールやクラブなどの手具の扱いがうまい姉妹。去年新体操のルールが手具を使えば使うほど得点を稼げるように変わったことで俄然頭角を現しました。2月の世界大会でも姉妹が金銀のメダルを獲得。サーシャはこの2人を超えなければならないのです。かつてエースで今は3番手に甘んじているサーシャ。この日監督からは厳しい言葉が浴びせられました。手具の扱いでは姉妹に勝ち目のないサーシャ。たとえ不利でも自分の強みの表現力で勝負をするしかありません。свой образ себя в этой музыке, чтобы они о страсти. Я сама чувствую, что это что-то другое, это что-то особенное, и естественно мечтаю туда поехать. Не просто поехать, но и выиграть. 国内のライバル争いがそのまま世界一を決める戦いになるロシア。美しく熱い戦いの物語です。
やってきたのは東京から7500キロ、ロシアの首都モスクワ。ノボゴルスクトレーニングセンター、ソビエト時代からメダリストを養成してきた国の施設です。この中にロシアが誇る新体操専門の練習場があります。朝9時、やってきたのはトップ選手の一人、アレクサンドラ・ソルダトワ、愛称サーシャです。リオデジャネイロオリンピックではギリギリで代表になることができませんでした。東京に向けて世代交代したいが、いよいよ自分の出番だと練習に熱が入っています。人気のない体育館で準備体操を始めます。サーシャは東京オリンピックを競技生活のピークと位置づけています。こうした生活パターンは変わらないけど、練習量はどんどんきつくなっています。入念に準備体操するサーシャ。それにしてもこの柔らかさ、なんでも生まれつきなんだそうです。ロシア代表チームの監督が姿を現しました。ロシア新体操の母、イリーナ・ビネル。17年前に監督について以来、なんとオリンピックでは個人団体ともに負けなし、ロシアを新体操王国に作り上げた人物です。始まったのは基本となる波の動きの練習。柔軟な美しさこそが大切、ビネル監督のモットーです。トップ選手であるサーシャでもこの基礎を厳しく指導されます。これが王国作りの秘密なんですかね。Растяжки вот такие в балете, вот так разворачиваются, вот так загибаются все. И равновесие ставят. Единственное, что не делают, вот эти взмахи вовремя не делают. Вот это не делают. Это вы должны делать, потому что это учится очень трудно. Это должен быть носитель. 戦後、競技としての新体操を作ったのはソビエト。ロシアは今もその誇りを持ち続けているんです。ロシア新体操の母、ビネル監督。前代未聞のオリンピック5連覇を成し遂げた後、東京に向けて必要なものは見えていました。ロシアの新体操では2度オリンピックに出る選手はほとんどいません。
リオオリンピックでも金銀を独占しましたが、二人とも大会後すぐに引退を発表しました。素早い世代交代が強さを保つのです。私たちロシア人は